さんま、大谷翔平のゴーセロー、ゴーセローデラクルーズが超えるで。明石家さんまが MBS ラジオヤングタウン土曜日に出演し、ドジャース大谷翔平のゴーゼロー、ゴーゼロー達成に言及した。さんま、俺の読みとしてはロッキーズの最終戦で飛ぶ球場やからそこで達成するやろなと思ったら、もうマリナーズで達成したのか。あんまり固め打ちしない人やねんけどな、俺は。これは簡単にロッキーズ戦で行くやろと思ったら、予測が崩れたことが悔しくて。この5-0、5-0は破れないだろうと言われてるんですけど、俺は今レッズにデラクルーズというショートがいるんですけど、そいつが多分何年後かに破るという予測を立ててるんです。4年後 ?5 年後?覚えとけ、デラクルーズっていうのが大谷の記録を破ったかっていうことになる、と短歌を切った。デラクルーズが50本出るわけねえだろう。デラクルーズは体をもう一回り大きくしたらホームラン増えるだろうけど、走れなくなるし思えなくなるだろうな。2年目で弱点であまり知られてないからホームランをそこそこ打ってるけど、研究されたらホームラン打てるか。アウトマンも研究されたら出なくなったな。サンマって海外サッカーのマニアじゃなかったっけ。いつ出てんだよ。 MLB でシーズン50ホームラン達成した選手って大谷入れて32人しかいないからな。これよな、ちょっと笑うレベル。サンマ、今年フリーマンとベッツが休んでくれたのが大きい。怪我でだから走れた。あれが一塁に出てベッツだフリーマンだがいたら、走ってアウトになったら失礼やから、何をすんねんって言われるから、そっちの怪我で休んでくれたのも大谷には良かったけども、都会挙に追い風が吹いていたと指摘。突っ込みどころが満載すぎるな。フリーマンとベッツは走りたい時に走ってよいと言ってくれてたんだがな。一理あるんだけど、走れる状況で結果を出してるのがすごいんだよ。さあ走れって簡単に走れるもんじゃない。ベッツが復帰してからの方が盗塁数加速してるんだが。てか大谷はほとんどアウトになっていない。管理人のつぶやき、明石家さんまさん本当に詰めてるんでしょうね。この多忙さでドジャース大谷さんの試合日程を抑えているところとか、デラクルーズのチームや守備位置まで知ってることが怖いですよね。テレビ局の楽屋でスポーツ新聞読み漁ってるんですかね。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。とはまた次回の動画で会おう。